朝野長明は、江戸時代前期の大名。備中国足森藩主、木国和歌山藩の第二代藩主、秋国広島藩初代藩主、朝野家十六代当主、大海滋賀郡坂本に、朝野長政の次男として生まれる。文禄三年、豊臣秀吉に仕えて三千国を与えられる。慶長五年の関ヶ原の戦い以後は、徳川家康に従い、 徳川秀忠の故障を務め、慶長15年に、備中足森に2万4000国を与えられる。慶長18年、長兄の吉永が死しなく病死したため、家督を相続して、キーは赤山藩主となった。慶長19年の大阪冬の陣では、序盤の木津川口の戦いに参戦したほか、翌20年の夏の陣では、カシーの戦いで、花は直行らを撃つという功績を挙げた。 しかし、木の国内では、北山一騎、紀州一騎と土着勢力の相次ぐ放棄にあい、戦後すぐに領内に戻り一騎の鎮圧に当たった。元那五年、福島正則が開役されると、その後を受けて、秋広島四十二万国に過蔵違法された。寛永九年九月三日、広島で死去した。去年四十七。家督は、次男の三明が継いだ。は、 広島県広島市の神田山墓地。ありがとうございます。